皆さんお分かりでしょうか。私モヒカン小川ここにおります。今日のテーマは革ジャンに似合う軍パンです。カモフラージュってすごいですね。いやーやっぱりさ、ベトナムのね戦地で、兵士たちが迷彩柄を身につけた理由が分かったな。分かったんすか。分かった。だって誰にもね気づかれないで、この水道橋です、静かにあそこに突っ立ってても誰も気づかない憩いました。今日はねちょっとね革ジャンに合う、ね、レザーベストに合う、ちょっとこう軍パンを特集しようかなと思う、みんなもね敵に見つからないようにレザーコーデ楽しみたいじゃない。なんでねその極意を伝授しますよ。いや最近さ、はい、すげえいろんな人からコメントいただきます、モヒカン小川のミリタリーチャンネル作ればいいじゃねえかっていう、ね、それぐらい最近ミリタリー付いてます。そうですね、ね、今日も実はミリタリーです。おただね俺はミリタリーチャンネルがやりませんよ、ね、俺がなんでミリタリー好きかっていうと、やっぱりレザーとの相性がいいからな。なるほどなるほど、ね、でも暑いじゃん今。暑い、ね、だから俺だってさウルトラライトですよ。ね、何ミリでしたっけ。 0.7、0.8 ぐらい、ね、であとレザーベストですね、っていうので、もうだんだん過ごすようになってきてんだけど、そうなるとですよ、もうどんどん薄着になってくじゃん寂しい、ということで登場頻度がね一気に増えるのが軍パンです、なるほど、これね、よく履いてんじゃん俺タイガーカモ履いてますね、だけど実は俺タイガーカモだけじゃないんだと、実はいろいろ履いてんだけど、それからどんどん増えてってる特に最近増えて面白いなと思うとピュッて買っちゃうわけ。安いんだよ、ね、まあ高いやつはあんま買わないけど、いろいろ安いやつやるとさ、いろいろこう上は変わんなくても下変えるだけで全然雰囲気変わるじゃん。確かに。でね、アウトドア好きな人は、こう汚れてもさ全然目立たないじゃん。そうっすね、ね、なんかやっべらいこぼしちゃった、醤油とこぼしちゃったっつったっていいんです、ね、だけどデニムじゃちょっと嫌じゃない。なまあそうっすね、ということでだよ、今日はちょっと本当にねいろいろとちょっと見ていこうかなと思うわけ、ただね一つちょっと皆さんに言いたい、ね、ミリタリーってミリタリー沼も深いわけよ、ね、何年にどうだ前期型後期型なんとか、ね、このそうですね、このカモはどういうふうに誕生して、そういうことは一切言いません、ね、ノリです見た目にかっけえなと思うやつが俺は、ね、選んでるわけよ、ね、そういう歴史的な云々はご自身で勉強していただいてですよ、俺が直感で選んだ軍パンを今日は革ジャンに合う、軍パンをねちょっと紹介していくんでね、まず一発目ちょっと着替えてみましょうか。はい、はい、履き替えた、はい、これね結構太いっす。太いっすね。太いでしょ、これね本実物の M51 のパンツです、結構ね夏場履くのよ。生地厚いんだけど、これ冬に履くとカパカパでさ、カパカパしてすっげー寒いのよ。あ、分厚いからってことですか。というか太さがだからなんか、はいはいはい、だけど夏になるとキャンプとかバーベキューやるときはよく履く。で長いんだけど俺いつもハングローリしてるじゃん、はいはいはい、こういう感じ、まあ、いわゆる軍パンって聞いた時に思い浮かべるのがこの辺りよね。まあそうですね、いわゆるカーゴパンツ、カーゴパンツって言われてる、まあこういろんなところにポケットがあるやつ、はいはい、これ万能戦士です、まあ、いわゆるオリーブドラゴンですね、でそれと一緒に並び称されるのがですよ、これです。これまあほぼほぼ形一緒っす。これね、これ M65 っす。お、小川さん今履いてるのが51です。あ、51、これ6号パンツね、もう普通に履いてるからすいません、ロールアップも直してねえんだけどこれ前にほら福岡行った時にやったワイパーさんのオリジナル、だレプリカなのよ。あの時買ったやつですか。そう、でね、これもそうなんだけど、昔なんてただ同然で売ってました。
実物が、うんうんうん、M65 俺がね高校生の時大学生の時なんだ、うん、だけど今もうね結構高い、いや高いんですよ、ね、で弾数がない、だんだん減ってきてるじゃん、昔なんてさ本当にいくらでもあったけど、それはさもう何年経ってんだよっていう話になるでしょ、うんそうですね、だからそういう時はもう俺は何にも、ね、考えずに普通にレプリカ買います、おそっちの方がガンガン使えるし、確かにでワイパーさんやっぱ知り尽くしてるからさ、もう細部のねディテールの作り込みやばい、うんうんうん、そして安い、ね、1万円ぐらいです、安いでしょ、ということでですよ、こういうのも買ってんだけど、特にね、まあ、ちょっとここら辺見ていろんなさ鴨柄あるよね、うんうんうん、こういうのとか、うん、だけど鴨ないじゃん、うん、これがね一番合わせやすい、確かに、うん、だから軍パンをまず始めようっていう人はオリーブから始めた方がいいかもしれないね、まあそうですね、うん、まあ確かにブラックっていうのもあるんだけど、うん、せっかく買うんだったらちょっとミリタリー色を出したいじゃん、うんうん、ね、だけど履きやすい、確かに女の子もいいんです、うん、ね、だからこれにさタンクトップとかの女の子いるじゃんたまに、夏になる最高です。そうだし軍パン履くとですよ、やる気になるんだよね。おなんかおソルジャーな気分になるっていうか。だから俺本当に好きでよく履いてるんです夏場は。うん、当然俺ねエンジニアしか合わせないけどスニーカーでもいいし、ね、当然サンダルでもいいんです。うん、うん、というのでですよ、まずはおすすめはこの辺りね M65M51 のオリーブ。うんから始めてみてはいかがでしょうか。ちょっと履き替えたんだけど、はい、これがワイパーさんのオリジナルの M65、うんうん、変わんない変わんないだけどさこれ見たもトレイントレインのね、うん、ブルーハーツのトレイントレインのですよ、うん、PV、はい、ね、確かヘンリーがなんかで、うん、軍パン履いてる河本ヒロト、皆さん覚えてらっしゃる方もいるんじゃないかなと、それに憧れてねっていう、それに憧れんだったらこれです。でね、これ1965年ですよ、うん、まあフィールドジャケットでいろいろ有名なやつあるでしょ、うんうん、あとあのシェルパーカとか、うんうん、だからベトナム戦争当時ですね、はいはい、でベトナム戦争当時っていうのはいろんな名作が生まれます、うん、まあさっき俺がオープニングで履いてたやつ、はいはいはい、これタイガーカモ、これもそうですね、うん、ベトナム、いいっすね、だからベトナムの映画見ると大体来てます、こういうのもね。これはフリホです、フリホいらず、うん、のレプリカなんですけども、俺結構好きで履いてて、まあ、知ってる方も多いと思うんだけど、だからベトナム時代のものっていうのはなかなか面白いからね、うんうん、ちょっといろいろとね選んでみてもどうかなと思って、でほらもう全然違うでしょ、そうですね、これはこれでシャープ、うん、まあこの柄だからタイガーって言われてんだけど、うんうんうん、っていう、まあこの詳しい説明はですよ、まあいろいろこうウィキペディアでも調べてくださいね、うん、歴史を知ると面白いんだけど、まあそんな難しいこと関係なくね、まあちょっとこう楽しんでみてはいかがかなと。ベトナム戦争時の軍パンは最高です、はい、このねモヒカン小川のレザーチャンネルをずっと見てくれてる方にお伝えしたいことがあります。ついに坂本 B 僕にチョコチップくれました。ね、いいでしょう、やっぱチョコチップ、え、まあ湾岸戦争とかでも使われてた、うん、まあ、砂漠用です、ね、だから砂漠用っていうことでやっぱり夏にはぴったり、うん、ね、ということでこれレザーベストとかの時も、うん、なんかレザーベストシンプルじゃない、うんうん、だけど下にこういう風になってると、うん、なんかコーデがこう寂しくないっていうか、うんうん、いいですよね、いいでしょこれ、うん、悲願、何回も坂本 D がくんねえくんねえって言ってたらついに思い越しを上げてですね、違う違う違う、 なかったの、なくなってたんだけど引っ越しで出てきたの、うん、ありがとうございます。これ今さ俺黒いエンジニア合わせてるけど、うん、例えばこういうスウェード同系もありなんじゃねえかと思って、うん、あ確かに、うん、ちょっと履いてみます。ね、ちょっと茶色い革じゃん、まあベストとかにも合いそうですね、うん、その茶色を拾って今日はねちょっと黒いベストしか持ってきてないんだけど、うん、茶色いのもいいよね、ほらこういう感じ、うんうん、はい、ちょっと軽くなるっていうか、ね、そうそう、軽いですね、うん、なんでねやっぱり夏は暑いところの戦闘を意識した迷彩がいいのかもしれない、色も明るいからね、うんうんうん、ということで ね、 こうチョコチップは夏にはおすすめ、この夏はちょっと俺これ結構きます。ありがとうございます。この前ねフッサの回で、うん、グッドキングススコードなんて言ったじゃん、はいはいはい、うん、あそこの最後の映像で買ってたでしょ、俺買いましたね、うん、それです、
いいですね、うん、これアメリカ空軍の迷彩ですね。ピクセル柄のタイガーかも、うんうん、まあちょっと色は薄い、うん、薄め、うん、だからやっぱりね色が薄いと夏に合うんだよね。確かに。あんまり重い色だとちょっとこう暑苦しく見えるけど、うん、これぐらいだとさいいじゃない、うんうん、爽やか爽やかでしょ、うん、そしてなんか不思議な柄ですよね。不思議だよね、うんうん、そうなんだよ。これがねすごいここら辺ゴムになってたり、うん、履きやすいんです。ゴムなんだ。そう、うん、でも当然ポケットも多いから、うん、まあ、いろんなものも入れられるし、うん、っていうその構造はカーゴパンツそのものなんだけど、いろいろとねやっぱりこう使いやすくなって、いいですね、うん、いいよね、うん、こういうのも。だからやっぱ俺タイガー好きだけど、うんうん、やっぱバキッとしたタイガーよりもちょっと夏を意識したピクセルタイガーということでですよ、うんうんうん、そういうのでみんな分かってねえかもしんねえけど、うん、俺今日ピクセルだもんねっていう優越感に浸れるという感じでね、これだ本当にサンダルとかで普通にこう行ってもね、うん、いいし、変な話トレーニングパンツとしてもいいですよ。確かに、うん、なんでねちょっといろいろと比較的まだリーズナブル、うん、うん、興味ある方はぜひねグッドキングススコードロンに行ってみたらすげえ在庫あったんですげえありましたね、はい、なんでぜひちょっとねゲットしてみてください。夏におすすめのグモのパンツ、はい、ね、これ一番推したいかもしれない俺いいですね、まあいわゆるベーカーパンツって言われてるやつですね、うん、まあ、OG107 の、うん、まあ、とかユーティリティパンツとかいろいろ言われてますけど、何がいいってすげえシンプル、うん、横にもないです、うん、ポケットがね、うんうん、だけどやっぱりこうミリタリーチックで、うん、これ結構セカンドとかでもねファッショニスタの方とかが結構履いてたり、まあ、ファッションの業界でも結構市民権を得ている、うん、パンツなんで、俺もねこれね初期型なんです、うん、ヴィンテージ履きすぎてほら見て、あ、うん、もう穴が開いちゃった。そう穴が開いてくんだよ。ただそれぐらい履いたっていうね、うん、うん、感じ本当に涼しいんです、うんうん、だし便利だしポケットはでけえしね。そうですね、うん、これはね本当におすすめで、もう当然ねこれもヴィンテージ本物はどんどん高くなってってます、うん、今だけど各ブランドでいろんな復刻出てるんで、うん、ちょっとそういうのもね試してもらえるといいんじゃないかなと思います。これはね軍物意識しないで履ける。今までのやつってチョコチップ履いてたらね夏っぽいでしょっつったって絶えず軍を意識しますよ、ね、人もそう見ます、うん、だけどこれは街に溶け込む、うん、そういった意味では一番の迷彩かもしれません。そうですね、これがね、うん、というわけでベーカーパンツでした。今までねまあ、夏用にちょっと色薄めやってきましたけど、ふざけんじゃねえよそんな薄々なやつ着れねえじゃねえかっていうね、そういうこだわりのあなたのためにあります。ブラックです。ね、なんか雰囲気違いますね。ブラック履くと全然違うでしょ。これ BDU のブラック357って言われてるやつですかね。そうこれね特殊部隊用、うん、で1997年に1年だけ作られたと。うん、だから本来これさオリーブじゃん、うんうん、ね、バトルドレスユニフォーム BDU っていうのは、うん、だけど特殊部隊用に黒になってる。だからレアなんだ。レアだ。レアレア、ね、だから夏なんかさ白い T シャツにだよ、うん、ちょっとこうベスト羽織って、うん、黒いパンツだったらいいじゃん、うん、いいね、これ上にね黒いライダース羽織ったらマジ特殊部隊です、ね、そういう時は革ジャンに合わせたい時はね、うん、茶色の革とかちょっと色付きの革ジャンを合わせる方が、まあ、黒黒になるとちょっと本当にあれあの人どんな工作員なのみたいなどんな作戦に従事してる方っていう風に言われちゃうからね。そう隠密行動じゃないんでね。だから結構これはこれで便利です。いいですね、うん、いいでしょう。だから普通にロック T とか、まあ、いわゆるでっかい T シャツにこれだけでもいいし、うんうん、なかなか便利だね。ちょっとだから黒もいいかなと思っていろいろとねちょっと黒も揃えてます。ちょっと次俺が今最近一番気に入ってる黒い軍パンを紹介するんでねちょっと着替えてみますよ、はい、俺が最近ね気になってる黒い軍パン、うん、いいですね、それ。これねベースは M65 です。あ、
M65 のウッドランド、はいはいはい、ウッドランドカモを黒く染めたやつです。へだからね、着て洗ってっていうのを繰り返していくと下からもっとウッドランドが出てくると。お茶、そう、茶神ならぬウッドランド神ですウッドランド神があるわけ。へー、でこれベースは実物のデッドストックを染めてる。へー、そう、面白いでしょ。面白い。だからパッと見黒なんだけどよく見るとあれっていう、うん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 、ふわっとふわっとね、いいっすね、うん、ちょっと洒落てるじゃない。洒落てる、うん、そうなのよ。これがね最近気になっていて思わず買いました。ワイパーの通販で出た、うん、最近私会員になりましてですねはい、すごくいいんです。でもこれもう普通にあの現場投入されてます、うん、ストリートデビューを果たしてます。なんでいやいろいろねミリタリーって面白いから、うん、ネット探してるだけで楽しいじゃん。で比較的安いやつとかも結構あるから、うん、そうするとすぐポチっちゃうわけよ、はいはい、だからそういう楽しみ方もある、うん、ほぼワイパーなんじゃないかっていう。そうなんです、ね、ワイパーさんすごい買ったじゃん。いや良かったっすね、うん、また行きたいっすね。だけどこの前中田商店さんでもね、うん、あのタイガーカモとかほう、うん、買ったりしてそう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 、ちょっとまた形がね実際にはないやつなんだけどそういうなんかいろいろあるじゃない、うんうんうん、そういう遊び心あふれるやつ、うんうん、ああいうの買ったりしてるんでちょっと皆さんもねいろいろとねお気に入りのこう軍パンをね探してみてはいかがでしょうか。今までね、うん、見てきたのは全部米軍です、うん、だけどやっぱりねミリタリーをファッションに取り入れると、うん、人によっては失うものもでかいんですね。なんていうの怖いとか、うんね、悪そうとか、うんね、こういろいろあるでしょ、うん、そんな時におすすめなのがユーロミリタリーでございます、うんうんね、最近目覚めたんです、うん、俺はちょっとおしゃれおじさんっぽくないですかこれ、うん、いやなんか色味がちょっとやっぱ、うんね、違うから。そうでしょ。いい感じ。これベルギー軍のジグソー柄っていうんだって。ジグソー柄、うん、これあの古着です。へえ。大体さ結構さ色味派手じゃん、うん、どんなとこで戦ってんだっていうぐらいじゃない。だからさこれで敵から身を守るっていうかさ隠すって言ったら、うん、どんな背景なのか俺想像もつきません。確かに、うん、なかなかこうちょっとね明るい感じの葉っぱとかそういうところで戦うことを想定してるのかどうか分かんないけど、うん、ちょっと違うでしょ。普通のウッドランドとかも全然違うじゃん、うん、ね。なんかちょっとファッション感度上がった気がするわけよ俺ね初めてなの、うん、ユーロミリタリーを、うん、こういう鴨柄のね、はいはいはい、ユーロあのアウターはあるんだけど、うん、フランス軍とかなんとかっていろいろスウェーデン軍とか持ってんだけど、はい、ユーロの鴨に挑戦したのは初めて。おうん、いいっすね。なんかねセカンドがユーロミリタリーユーロミリタリー騒いでんのが分かるよ、うん、やっぱり俺らもアメリカだけじゃなくていろんなところに目向けなきゃダメだなというね。でもいいと思います。いいでしょ、うん、だって俺らが全部見てきたここら辺、うん、もうオリバーストーンっぽくなるなんかね、もう全部オリバーストーンの映画出てきます、うん、これもどの映画出てるか分かんないから、うん、ね。というわけでちょっと皆さんね、私弱い51にしてですよユーロミリタリーに目覚めたおじさんでございますこれねフランス軍です、うん、まあレプリカなんだけどザ・リアル・マッコイズが作った、まあ、フランス軍のカーゴパンツなんだけど、まあ、リザード柄って言われてるやつですね。このリザード柄が発展しててこれをモチーフに進化遂げてたのがこれですね、うん、これフランス軍なんだけどこっち米軍ですね、うん、あ、じゃあ元なんですね。元なんです、うん、なんでまあちょっとそういうこと知ってると楽しいと、うんうんうん、だけどなんかこういうやるぜ感とかさ、なんかこうやなんかお前やっちゃうよ感がなんかないじゃない。そうですね。なんかリゾート感すら漂ってくるでしょ、うん、なんとなく、うんうん、そこがフランス。なるほどね。行くぜっていうかみたいなそういう感じがない、うん、おしゃれおしゃれ。だから結構これも好きでね、うんうん、いろいろ履いてるんだけど、いや本当にさ鴨柄ってさ奥が深いじゃん、うん、いろんな鴨に出会うわけ、うん、ね。まあリザード柄知ってたんだけど、リザード柄のパンツを最近手に入れましてですよ、これを
こう履くんだけどね、全然雰囲気違うじゃん、これ履いてる時とこれ履いてる時っていうのは、はい、だからこれだとね俺もやる気が出るわけよ、うんうん、だからライダースに合わせたりするんだけど、うん、さっきのベルギーのパンツとか、うん、こういう時はちょっとジージャンタイプとかね、うんうんうん、またちょっと柔らかい感じの革ジャンに合わせてもいいんじゃないなるほど、うん、使い分けて使い分けて、うん、TPO だからちょっと今日はおしゃれしようかなっていう時はベルギーです、うん、で今日はなんか見つかりたくねえっていうかちょっと気配消してんだよなっていう時はこのウッドランド このブラックアウトしたやつですね、うん、で当然このねチョコチップこれは海水浴です、ね、砂浜でももう見つからないじゃん確かに、うん、見つかりたくないじゃんそういう時はこうこれは白紙ですよ。なるほど、うん、だからそういうような風に考えてたら面白いかな。確かに俺もさだから締め切りの時とかにさ、やべもう逃げて隠れてっていう時のために編集部明細みたいなの作ろうかなみたいな。いろんなとこにライトニングの表紙とかがあってもうピュッてやるとわからなくなるみたいなね。いないっつって。いないなっていう。そうそういうのをね作ってね。だから今後ねそういうオリジナル明細作りたいよね。ああいいですね。うん。なんかライトニング明細いいですね。ライトニング明細もちょっとね作りたいなと思ってね。いやちょっといろいろ見てきましたけども皆さん本当誤解しないでください。モヒカン側はレザーチャンネルです。ミリタリーチャンネルではありません、ね、ただ本当にこう暑くなってレザーの面積がね、まあ、レザーベスト僕押してますけどもそういう時でもこういうパンツで遊べば、うん、まあいろんなことできますよと、うん、見た目も雰囲気変わりますよって。レザーベストをさ何十着も買う人いないじゃない、うん、だから大体1着2着じゃん、うん、ね。だけどパンツをこういう風に変えるだけで違うコーデに見えるからすごくいいんじゃないかと。確かに、うん、思います。なんでねこれからの季節こういう軍パンをいろいろこう揃えて、ね、夏のレザーコーデを共に楽しみましょう。いや今日もね最後までお付き合いいただきありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。